然大人になれなくてわがまま放題、年齢じゃないんですよ、ね、真実はもっと他にあるんではないかと、あの大人たちが言うじゃありませんか、最近の若い連中は全く欲がなくてね、どうしようもないって、昔はね車を欲しがってる若い男たちがいたのに、最近は車も欲しがらない、物欲がない、今の若い連中は昔の連中と違うと、覇気がないしね、偶像を持とうとしないって、うん、昔はね末は博士か大臣かって言ってね、草食動物だとかね、いろんなことを言ってるけれども、それ結構じゃありませんか、はいはいはいそうですかって言ってればいいんですよ、うん、今の若い人たちにね、そういうふうに覇気を泣かせたのはそういう大人たちなんですよ。つまり自分たちが偶像を片っ端から自ら壊しちゃってるんですよ、大人たちがね。でそしてバブルの時だってね、とにかく売った買った売った買った、とにかく全てね、あの景気が良かったって弾けてみた、なぜ弾けたかって、お金が動いてなかったね、紙だけ動いてた、数字だけ、ローンだから、来年もあなたはねきっとこのお金払えるでしょ、代金払えるでしょ、成立してなかったんですよ、お商売は。でそれがバブルが弾けたっていうことなの、気がついてみたら中身は空っぽだったっていうことね、ああいうふうになりたくないっていうふうになっちゃう。だから大人たちが悪い模範を示してるっていうこともあるんですね、一因でね。よくね成人式って言うじゃありませんか。で成人式っていうのは大人になると書くんですよね、人になると。ところが50、60、70になっても内容が全然大人になれなくて、わがまま放題、まあ子供のまんまっていう人がね40、50、60になっているんですよ。年齢じゃないんですよね、数字じゃないんです、内容なんです。でそれはどこから違うか、知識と教養ですよね。で皆さんね、知識と教養とね同じように一緒くたに考えてる方がいらっしゃるんだけど、知識っていうのはコンピューターと同じで、ありとあらゆるいろんなものを知ってるという。だから教養っていうのは何かと、教えを養うって書くんだけど、その得た知識を自分なりにちゃんと解釈して自分の細胞にしちゃって、でよく咀嚼して、でそれを生かした生活をしている人、これが教養のある人っていうんですよね。ねえ、とにかく悪い大人をね参考にするわけじゃないわけだし、自分たちで若い人たちがねそうやって知識をね、みんな若い人たちがね身につけて、でそれを今度はよく自分の中で解釈して咀嚼して自分の身に、ね、なって、そういう教養のもとに生活をするようになれば、まあこれはね日本はね鉄もニッケルも石油も食料もみんなないでしょ。あるのは人的資源だけ、人的資源、頭、才能、そういうものいっぱいあるわけだし、今の若い人たちはねアニメにしたってね、ファッションにしても世界の、ね、トップを行ってますよ、うん、そして日本はねそういう文化を輸出するという、それが日本を背負って立つ大人たちっていうことになるわけですからね、ぜひ立派な大人になってください。日本の歴史教育についてねお話しさせていただきたいと思いますけれども、最近政府がね高校での日本史の必修化を検討しているそうでございますけれど、現在ね日本史はまあ選択科目になって必修科目じゃないんですね。これ私驚いたんですね。で私たちの時代はね全部必修科目に入っておりましたんでね、ですからね近代の歴史からね、まあ古代史から、これは知ってて当たり前でしたですね。で、ですから日本史を知らないといつ頃からね、これ選択肢になって必修科目ではなくなったのかと思って、これ愚かなことだと思って私びっくりしてるんですけどね。で、私たちの子供の頃はね、これは、なんでしょうかね、間違った歴史教育って言うんでしょうかね。紀元は2600年と教わったんですね。で、2600年前に日本は始まったんだと。で、そういう教育でね、それは定かじゃないんですよね。
で、あとでね、これはね、終戦後になってからね、ここは墨で消してくださいって、ここは糊で貼ってくださいって。え？昨日まで真実として教わってた。一体これは何なの？じゃあ嘘を教えてたの先生たちはって。それで私たちはね、世の中の真実を疑うようになりましたね。もうね、世の中の常識とか大人の言うこととか、そういうものは信じまいと。真実はもっと他にあるんではないかって。で、常識と真理とは違うということを初めて教わったって、まあ、私たちが自分でそう思って。で、じゃあ自分で見て、触って、感じて、勉強して、それで納得したものです、なければ、信じるのはやめよう。でないとね、その学校や何かが建前でね、教えてる政府が与えるものは嘘ばかりなんだ。というふうに、私たちの年代は思ったんですね。まあ、私より、5つ上だった野坂昭之さん、この方も同じことをおっしゃってましたね。自分たちが白毛時代のね、まあ、先駆けだっていうことをおっしゃってましたけど、私たちもそうでしたね。で、それでね、しかも、最近の子たちがね、日本の歴史知らない。アメリカでと戦争したことも知らない子がいるんでね、びっくりするんですよね。もっとひどいのはね、その原子爆弾をね、広島長崎に落とされたっていうことも知らない子がいるんですよ。これどういう教育を受けてんだろうと思う。ですから私ね、別に韓国やね、中国の肩を持つわけじゃないけれど、中国や韓国はね、歴史 に対するね、認識不足だっていうふうに言うのは無理ないと思いますね。私がね、40年間出演していたシャンソン喫茶ライブハウス銀パリについてお話しいたします。ついこの間ね、私が他局ですけれどもね、レギュラーで出ているね、番組でね、関ジャニのね、坊やたちとね、一緒に銀座を歩く番組やってましてね、それで銀パリっていうところまで行ったんですよ。銀パリはね、銀座7丁目の角にございましたね。で、みんな、喫茶店なのに席まで立ってるなんて。でね、今もその喫茶店は跡形もありませんけどもね、石碑が立ってるんですよ。銀張り跡って言ってね。たかが喫茶店一軒なのにね、記念碑が立ってるなんて、名誉なことでしょ？嬉しかったですね。で、私はね、17歳の時からね、そこでずっと歌ってまして、40年間つかず離れず、有名になってからでもね、出るようになるべくしてましたんですけどもね、いろんな思い出があってね。で、そして、私の周りにね、いろんな人たちが集まってきてくれましてね、岡本太郎さんっていうね、素晴らしい絵描きさんですけど、あの方はパリに長かったんでね、フランス語が堪能でらしたんで、パリの屋根の下っていうシャンソンをね、フランス語でお歌いになるんですよ。僕にも歌わせてって飛び入りでね、歌ってらして、芸術は爆発だなんて言い、ああいうふざけたね、あれはね、サービスなんですね、コマーシャルは。本当はね、やっぱり岡本かの子の息子さんだけあって、礼儀正しくてね、きちっとしたって、思いやりの優しい紳士でしたよ。で、一緒にね、北海道まで、スピーチの講演の仕事で一緒に出かけたりしてましたけど、本当に終始一貫して紳士でしたね。その他はね、江戸川乱歩さん。で、この方もね、17代目の中村勘三郎さんに連れられて見えてね。で、そしてその後で、すぐ今度は三島由紀夫さんが新進作家としてね、見えて。で、そして今度は川端康成さんをね、お連れになりましてね。川端さんはもうその時大御所でいらっしゃいましたけどね。それから第三の新人って言われていた遠藤周作さんとかね。で、あと、吉行淳之介さん、安坂翔太郎さん。で、そうですね、寺山修司さんはまだね、高校生でしてね。で、野坂昭之さんはね、まだ海のものと山のものとも、つかない、ふらふらしてらしてね。しまいにはね、まあ、入場料払ってくるよりは、一度、シャンソン歌手になった方が、ただでずっといられるからってね、シャンソン最初の頃お歌いだったんですよね。
あとは、あ、菅原文太さん、早稲田の学生でね。で、次隣のね、あの、八丁目の方でね、SOS というモデルグループを作って、で、そこでね、もうトップモデルになってね、そして、新東派に入られたりね、まあいろいろして、優しいお兄さんでね、本当にね、優しい人でしたよ。まあとにかく、いろんな思い出があるところでございます。